ピンポンがこの世を去ってからヒゲさんは毎日泣いております。ピンポンは、ただいまって言った時に、この世に寄ってきてくれて、その後、息を引き取りました。はじめはね、冗談かなって思ったんですよ。まあ、いつもね、このようなことが起こっていたんで、ただ今回ばかりは違いました。ヒゲさんはね、もうかなり寂しくて、 毎日泣いているんですよねうん痩せこけてしまってご飯もろくに食べなくなっちゃったんですあなたはあなたは一体誰ですかヒゲさんに救世主が現れましたヒゲさんはピンポンがいないともうダメなんですご飯も食べないし喧嘩をねよくしてたんですよこんな感じで。 だけどヒゲさんねやっぱりピンポンがいないとダメなんだよねうんこうやって2人でいないとヒゲさんはもう泣き止まないんですよそこでまあ彼がうちに来たんですけど彼はね暴れん坊でねうんヒゲさんは全然相手にしてくれないかと思ったただ様子が違うんですよ見ててください さんあれうんもしかしてっていうことで、まあ、同じヒメツメガエルなんでピンポンかなって思ったのかもしれませんねうんこんな感じでねピンポンに寄り添ってあげるうヒメツメガエルのパピコは最初はかなり暴れん坊で全然ね懐いてきてくれなかったんですけれども まあ今はねこんな感じであのー、結構落ち着いてきたんですね落ち着いてきたからまあそろそろヒゲさんと一緒にしてもいいかなって思ったんですようんそれでこのパピコパピコをあのヒゲさんと同じ水槽に入れたんですねあのヒメツメガエルって実はこんなに平べったいんですよピンポンが異常に膨らんでただけで、まあ、今後ちょっと報告していきます